こんにちは、ナナです。このチャンネルは百切りを目指す看護師のゴルフ日記です。今日の動画は近況報告などしていこうと思います。ゴルフに関係あることとか、まあ関係ないこととか、いろいろ最近の出来事など話していこうと思うので、どうぞごゆっくり見てってください。最近あまり動画上げれてないんですけど、私は一応元気でやってます。ここ最近の出来事としては、1週間くらい夏休みいただいてたんですけど、まあ本当だったら実家に帰ろうかなと思ってはいたんですが、ちょっとこういう状況なので、実家には帰らず岡山でのんびり過ごしてました。で、その1週間何をしてたかというと、まあこの動画みたいな感じで、まあ暇つぶしにゴルフ打ちっぱとかレッスンとか行ったり、あとは最近ハマってしまった東京リベンジャーズアニメと漫画を一気読みしたりとか、あとはそうですね、楽天のスーパーセールに本気で挑んだりとか、そんなこんなでのんびり生活してました。ちょっとだけ東京リベンジャーズの話していこうかなって思うんですけど、私あんまりアニメとか漫画とか見るの得意じゃなくって、ワンピースとか途中でやめちゃったようなタイプなんですけど、東京リベンジャーズ今流行ってるし、とりあえずアニメ見てみようかなって思って、暇つぶしにアニメを見てみたらめちゃめちゃハマってしまって、で続きも気になったから、知り合いから漫画借りて、で今最終巻まで一気読みしたところです。私的東京リベンジャーズで一番好きなキャラはやっぱりマイキー様かなって思います。映画も公開されてて、まあ、結構キャストが豪華じゃないですか。イケメン勢ぞろいみたいな感じで、まあ、ちょっと見たい気持ちもあるけど、我慢かなっていう感じで、とりあえず今は次発売される漫画を心待ちにしているようなところです。早く見たい。でゴルフのことはというと、最近またシャフトクロスが目立ってきているような感じです。こう動画に収めた自分のスイングを見返しながら、あとはレッスンでコーチにいろいろアドバイスをいただきながら、今シャフトクロスの修正を頑張っているところです。あとは職場の方たちとラウンド行く予定もぼちぼち立てているようなところなので、まあそれに向けてフルスイングだけじゃなくって、パターとかアプローチも練習頑張っています。で嬉しいことに、結構職場のゴルフ人口が増えてきてて、レッスンに通ってる後輩もいるし、あとは最近私が使わなくなったようなクラブをちょっとだけ貸してゴルフを始めてみた同期もいるし、これから職場の人たちと結構回る機会も増えてくるのかなって思うと、すごい今からワクワクしているようなところです。で今は夏休み期間が終わり、まあ通常の仕事モードになっているようなところではあるんですが、まあ一言で言うと、すこぶる仕事が忙しいような状況で、なかなか動画も更新できずというようなところです。残業も結構多くはなっているんですが、私はなんとか元気にやっています。皆さんご安心ください。7番で、最近自分なりにストレス発散法を見つけたので、それをいくつか紹介していきますね。私のインスタを見てくれている方はわかるかと思うんですけど、食べることが好きで、夜勤明けに一人でモーニング食べに行って、コーヒー飲みながら YouTube のコメント返信したりとかしてます。あとはカレー屋さん巡り、ラーメンとか焼肉はなかなか一人で行くのは勇気がいるなって思うんですけど、カレー屋さんなら私一人でも行けるということに気づき、それからはもう休みの日があって、今日暇だな、お昼なんか美味しいもの食べたいなって思う時は、ちょっと
カレー屋さんググったりして一人でこっそり食べに行ってるような感じです。私の動画結構岡山の方見てくれていると思うんで、倉敷とか岡山とか、まあその他どこでもいいんですけど、私のおすすめのお店はここだっていうところがあれば、カレー屋さん以外でもいいのでコメントに書いてくれたら嬉しいです。ちなみに好き嫌いとかアレルギーとか一切ないので、ゲテモノ以外なら何でも食べます。あともう一つストレス発散法があるんですけど、夜勤明けにリンパマッサージに行くこと。足のむくみがもうものすごくもうひどくってですね、私夜勤明けはもう特にもうパンパンで、もう痛いっていうレベルまでなっちゃうんですけど、いやーリンパマッサージに行ってからはもう夜勤明けの足すごい軽くなるし、癒されるし、なんなら寝ちゃってるし、いやこれ最高だなと思って鬼リピートしちゃっています。あとはまあゴルフで打ちっぱとか行くのも結構ストレス発散になったりするんですけど、なんかもうスライスしか出ないし天ぷらしか打てないし、もうなんなの今日って思っちゃうと逆にストレスになっちゃうこともあります。だからまあゴルフの打ちっぱストレス発散で行くのもいいけど、逆にストレスを抱えて帰ってきちゃうから要注意、要注意です。でもレッスンに行ったらこうコーチがアドバイスくれてすぐ修正できたりとかするし、マダムたちとこう世間話とかゴルフの話とかしたりできるんで、まあレッスンに行くのは結構ストレス発散になってるかなとは思います。はい、ではこの動画も終盤に差し掛かってきているようなところです。あ、すごい大事なことを言い忘れました。私ですね、5番ウッドと縁を切ったことをご報告させていただきます。なのでまあユーティリティとアイアンでこれから頑張っていこうかなと考えているようなところです。はい、では100切りに向けてこれからも練習頑張っていきます。さっきコメント欄におすすめのお店あったら教えてくださいって言ったんですけど、視聴者さんの中に岡山県内在住の方の女性がもしいらっしゃったら、私ここで100切りできたよっていうゴルフ場をぜひ教えてください。はい、では今日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。